金属有電体界面に沿って電波する電子、密度波の模式図、電化密度振動及び関連する電磁場は表面、プラズモンポラリトン波と呼ばれる。海面から離れた距離に対する電磁場強度の指数関数的依存性が右側に示されている。これらの波は電磁スペクトルの可視光範囲の光で非常に効率よく冷気することができる。 表面プラズモンは海面を横切る際に、有電関数の実数部の符号が変化する2つの材料間の海面に存在するコヒーレントな非極在化電子の振動。SP は電子ガスのバルク内の非4コアについての縦方向の電子振動を量子化するバルクプラズモンよりも低いエネルギーを有する。表面プラズモンにおける電解度は常に金属の外側に、 電磁場を生成する。電化運動及び関連する電磁場の両方を含む前例器は平面界面での表面、プラズモンポラリトン、または小粒子の平局面に対する極材表面プラズモンと呼ばれる。表面プラズモンの存在は1957年にルーファス・リッチーにより最初に予測された。その後20年間で多くの科学者により広く研究された。 主な研究者としては50年代60年代にはティーター・ボター60年代70年代にはハインツ・レザー、イークレッチモン、A ・オットーがいた。表面プラズモンによるフォトニクスに似たナノスケール構造における情報伝達はプラズモニクスと呼ばれる。ありがとうございます。